特集は昨日に続いて陸上自衛隊90式戦車の訓練の模様です。戦車が出動するのは敵が上陸したとき。それだけに訓練にも緊張感が漂います。しかしその演習の最中に思いがけないことが起きてしまいました。アメリカ・ワシントン州にある広大な軍事演習場。ここで年に一度陸上自衛隊の90式戦車が射撃訓練を行っている。日本の演習場は狭く、この戦車の性能を最大限発揮した訓練は行えない。さらに50トンに及ぶ射重のため、国内を移動するにも一度分解してからでないと運ぶことができない。日本が誇るハイテク戦車も、その運用にはまだまだ多くの問題が残っている。陸上自衛隊東富士演習場。9月初旬、1週間後に迫った総合火力演習に向けて、隊員たちは厳しい訓練を重ねていた。ハイテク化により90式戦車は指揮を執る車長、射撃をする砲手、そして操縦手の3人で制御することができる。逆にこの3人が息を合わせなければ砲弾を的に当てることすらできない。戦車の車長であり部隊の小隊長でもある須藤に、総合火力演習では彼の指揮のもと4両の戦車が連携を取る。やっぱり一番普段大事なのは、大事な任務としては小隊12人、私以下12人をこういかに掴むっていうのが、これがやっぱ仕事だと思うんですけども。戦車の指揮官を養成するための部隊でもある彼らは、日本でもトップクラスの実力が要求される。この50メートル手前で各社点検車、朝終わってから役室の掃除してる、はい、それを確実にしといて。別の戦車の社長、東海二曹、戦車に乗って24年目になるベテランだ。彼にとって今年は最後の総合火力演習への参加となる。おそらく私にとってこれが最後の総演になろうかと思いまして、まあ、全力投球で頑張ってるんですけども、最後まで元気よくですね、まあ、みんなと一緒に仲良く任務をこの中隊で、達成できればいいなと思います。はい、東海さんのチームは砲手が福田さん、操縦手は遠藤さんだ。小隊内でも最高レベルのチームワークを誇る彼らは、今回の射撃訓練期間中的を外したことがない。戦車に乗る彼らにとって的に当てることは存在意義そのものだ。はい、ゲームゴー。正確な射撃、それだけに全神経を集中させる。一方、小隊長である須藤さんの戦車は、今日は何で当たんねえんだろうな。まだ3人の息がうまく合わない。厳しい注意が飛ぶ。あのさ、久田さん、はい、小隊系で小隊に達したことと、お前に達すべきこととな、重複してることは俺言わないから、はい、先行的に動け。90式戦車では乗員3人がぴったりと息を合わせなければならない。イライラが募る。食事を取るより先に戦車の整備を行う。どんなに疲れていても自分たちの戦車は自分たちで整備をする。激しい訓練は戦車の車体にも大きなダメージを与えているのだ。この日、東海さんは乗員3人だけでバーベキューパーティーをしていた。こうした場を設けることで団結を高めようというのだ。訓練の出来栄えっていうのはどうですか、ね、OK です。順調です。はい、うん、OK です。砲弾も良かったし、結果を見てください。ハイテクな戦車をね、二
乗らせてもらってても、やっぱりそれを乗る人間がね、やっぱり一つまとまってないと、いくらハイテクなものであってもね、鉄くず同然の代物になってしまったらね、一人でもかけちゃうとダメですよね。そうだね、はい、いいことよね。総合火力演習へ向けてベテラン社長の思いは部下の2人に伝わっている。その頃、井上さんと久田さんは2人で食事。砲弾を外してしまった2人は言葉数も少ない。ところが9時半ごろ突然呼び出しがあった。いやいや、参加だよ。ここで逆転するんだね。パッと光るんですよね。右下に当たってますよね。当たってます。当たってました。確実にもう本当に真ん中に当たるというようなところまで持ってきたいですね。外れたと思っていた砲弾がビデオで確認してみると当たっていた。しかし当たっていたとはいえ満足できない。ちょっと反省点ですね、自分なりの。はい、メモ書きしとかないと忘れちゃいますので。より的の中心に当てたい。彼らは砲弾を当てるために存在している。そのための厳しい訓練だ。夜中まで2人の反省会は続いた。本番が近づくにつれ、隊員たちの体力も随分と削り取られていた。実弾の飛び交う訓練は想像以上にプレッシャーがかかる。ミスをすればそれが即大事故につながる。さらに普段ではありえないほどの激しい動きが戦車にもトラブルを発生させた。無線はダメ、弾は困らない、不安だな。しかしどんな状況であろうと戦車は最前線に立つ兵器だ。彼らはどんな思いで戦車に乗っているのか、東海さんは言う。まあ、昔 の軍人さんは送りのためっていう感じで散ってきましたけども、我々についてはやはり身近なものって家族ですよね。家族、我が子、妻、親、そういったものを守るべき人たちを守っていくことが自体国家を守る、そういう考えでやっておりますね。はい、いよいよ総合火力演習当日。すでにスタンドは人で埋まっていた。防衛庁長官、そして世界各国から視察に来た軍人たちが見守る中、総合火力演習が始まった。自衛隊が誇る装備の数々。総合火力演習はその装備を実際に見ることができる数少ない場の一つだ。出番を待つ井上さんは、自信ありますんで期待して見ててください。そして出動命令。しかし東海さんたちに突然のトラブルが発生した。トラブルで連携が取れない。なんだよおい、最後のトラップでこだよ。まあいい、終わった。今まで100発100中だった東海さんたちが的を外してしまった。一方須藤さんたちは、須藤さんたちの射撃は無事成功した。高い技術を持った隊員とハイテクの戦車、どちらが欠けてもうまくいかない。両方が揃わなければ任務は達成できない。訓練にしろ、こういった演習にしろですね、状況入れば、
何があるか分かりませんから、そういう考えでないとまとまりつきませんのでね。はい、浜は OK、 閉まっていいよ。上官の評価、長かった訓練もようやく終わりを迎えた。彼らは自分たちの存在意義を陸上自衛隊の花形である90式戦車に乗ることに求めた。しかし戦車の出動は敵国の本土への上陸を意味している。ジレンマを抱えながらも訓練は続く。